里見村は、かつて、千葉県市原郡に存在した村。1889年町村制施行に伴い、編成され、昭和の大合併により消滅した。2013年現在は、千葉県市原市南部に含まれる。村名は、戦国時代に統治を治めた里見市に由来するとされ、小港鉄道、里見駅に名残を留めている。市原郡南部に位置し、 村域の中央を流れる養老川に沿い、南北に細い平地がある。東西に長い村域を持ち、東西は三里、南北は二里足らず、面積は約18平方座と、北に、高滝村、富山村、平見村、東に、泉郡大滝町、南に、白鳥村、西に、君津群狂里町、幕田村と接していた。九百十六年に編纂された、 千葉県市原郡市によれば、飯休、徳市、平野、王戸、日立、万田屋、柿の木台、田淵の八区からなっていた。市原郡1、八幡田町に、五井村3、千草村4、鶴巻村5、 東海村6、海上村7、菊間村8、四つ村9、地東村10、市原村11、市西村12、養老村13、戸田村14、明治村15、内田村16、鶴舞村17、高滝村18、富山村19、平見村20、里見村21、白鳥村現在の行政区画紫、市原市中世には高田木里と,と呼ばれた地域の南部にあたる。 戦国時代、里見市の内紛により、里見海大丸とその母が遊兵された、琵琶首観は当地にある。千葉県市原郡市によれば、江戸時代には、後に、里見村となる領域のうち、徳市、田淵、飯休、柿の木台村が、狂り藩の所領であり、残りは、旗本領、幕府直轄領となっていた。明治維新後は、 安房おかず観察県知県寺芝山天の管轄となる。八百六十九年には、鶴舞藩領となり、八百七十一年廃藩地県により、鶴舞県、木更津県を経て、八百七十三年千葉県の一部となる。八百八十九年の町村政志向に際して、飯宮に連合誇町役場を置いていた八家村が、合併して、里見村となった。 里見村の役場は当初阪急に置かれ、その後徳市に移転した。1925年3月7日、小湊鉄道、小湊鉄道線が小井駅、里見駅間で開通。翌1926年9月1日には、里見駅から月崎駅まで延伸し、飯休駅が開業した。1954年、里見村は北隣の高滝村、富山村、 南隣の白鳥村と合併、新たに鴨村が発足した。鴨村は、その後市原市に編入されている。市原市役所鴨市所は、小港鉄道、里見駅近くの平野地区に置かれている。千葉県市原郡市によれば、1916年時点での学校教育期間は以下の通り。このほか明治34年に、日立神上小学校に、 日立農業補修学校を付設しているが、明治41年に廃止している。ありがとうございます。